皆さんこんにちは、ドラム講師の森田亮太です。今日は質問をいただきました。タム回しがうまくいきません、どういう風な練習方法がありますか。まあ、こうセット感をね、こう移動するようなこうタム回しっていうのがうまくいかない人っていうのは結構多かったりしますよね。まあ、狙いが定まらなかったりとか、早く回せなかったりとかっていうような悩みっていうのは結構あったりとかするんですけど、チェックしといてほしいポイントっていうのが2つあります。まずはそのちょっと物理的なね、まあ、速いタム回しの場合は物理的なこのスピードっていうのは必要になるんですけど、まあ、今回ちょっとそれを端折って、まずはね、ポジションですかね、ポジション。例えばこう家で練習するときに、まあ、例えばこう練習パッドで練習するとして、レディーポジションをこう定めて、こう練習するっていう人は多いと思うんですけど、これね、セットになると、こう、スネア以外にも叩くところがたくさんあるので、いろんなところでレディーポジションを定める必要があるんですよね。だから例えばまあこれ今回関係ないけど16ビートがうまくいかないっていう場合もこういうポジションじゃなくてこのポジションかな、スネアの、ハイハットの上でレディーポジションを構えて叩くで、速いこのタムの移動をやる時もここで構えて叩くんじゃなくてこういう構えですかね、こうを踏まえると、こう回すタム回しで、ポジションを定めるとしたらここで定めるのがいいのかな。そう、なんか うまくいかないなんかよくある例としては、体がまっすぐね、こっちを向いたままこっちを向いたままタム回しするんで左手が遠くなったりとか、あとね、体が寄っちゃうこうっていうのは結構あったりとかするんですけど、こういう風に構えて体はね、ロータム側を向く感じ。そう、それでっていうようなポジションがね、ここのポジションをキープしてタム回しをやってみてください。で、あともう一個は無駄な動きをなくすっていうのが大事になってくるんですよね。だからまあさっきのね、例えばこのポジションやったら右手の位置がここの状態でスネアを叩く、ここの右手の移動距離は極力少なくして叩く、こっからここまで移動するんじゃなくて、ここのある状態で定時台の移動距離は少なくってことを踏まえると、タム回しするときもこっからこう順番に移動するんじゃなくて、で、右手はね、まあ、この辺かな、まあ、これももうざっくりですけど、この辺りにある状態で、で、っていう感じで、こう、これ自体はね、割とこの辺にある状態かな。だから、ここじゃないですよ。ここじゃなくて、なんか、この辺りにあってタム回しをするとやりやすいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じでぜひ練習してみてください。本日もありがとうございました。